はいどうもメダカッキーです。本日はレイアウト水槽でレアなメダカを見つけたよといったお話です。このレイアウト水槽なんですけど、まあ自宅の近所にあります吉野ヶ里歴史公園っていうところがあるんですよ。吉野ヶ里遺跡っていうところがあって、卑弥呼がいたんじゃないかって言われてるところなんですけど、そこに触れ合い館っていうところがあるんですね。まあ、生き物がいるお部屋なんですけど、まあフェレットとかウサギとかがいて、まあ、まあお子様が大好きみたいなね部屋があるんですけど、そこのレイアウト水槽ですね。120の水槽なんですけど、まあ入ってる水草自体は、まあアマゾンソードとかロタラマクランドラとかアポノゲートンみたいな水草で、まあこういうアクアリウムの中ではものすごくポピュラーな水草が入ってるわけですよ。もうとりあえず光当てとけば二酸化炭素なくてもいけるっていうぐらいの、もうレイアウトとしては初心者が楽しめるみたいな、はい、水草の水槽なんですけど、まあ他にね、今映ってますね、南沼エビとあとはラムズが入ってるんですよ。でこの中にですね、見えてますね、メダカさんいるんですよね。はい、目青いメダカさんがいて、でここをですね、こんだけ鬱蒼としてるじゃないですか。こんだけ鬱蒼としててメダカがね、20、30はいないと思います。20匹ぐらいいるんですけど、ここのメダカの発色がね、とにかくいいんすよ。ランプアイとかではないと思います。普通の日本のメダカ、まあ南メダカさんだと思うんですけど、この南メダカさんがですね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。で残念ながらですね、ガッシガシですね、ここ水草生えまくってるじゃないですか。こんだけ水草が生えまくってると、まあメダカたちですね、まあ人間とかが来たりとか影がこうあるとパッとここ隠れちゃうんですよね。だからね、ものすごい人間に慣れてないんですよね、ここのメダカさんたち。すっごい恥ずかしがり屋さんですね。もう久々じゃないかっていうぐらい慣れてないな、この子たちと。まあまあいい意味でね、まあこんだけ水草があることによってよりね、自然に近いんじゃないのかなといった感じなんですけど、上から多分そろそろ映すと思うんですけど、ちょっとねこの日映すつもりもなかったんで、フードも何も持って行ってなかったんですけど、もう子供がね、公園行きたい公園行きたいって言うからですね、まあ吉野ヶ里歴史公園に行ったんですけど、まあ中学生以下は無料かな、大人が460円かなんかなんですよ。で結構遊具があるので、まあ子供たちは楽しみな場所だと思うんですけど、うちの息子はだいたいここにいるね、イタチを見に行く、イタチイタチって言うんですけど、まあまあ要はフェレットなんですけど、まあまあだいたいいつも寝てるんですけどね、それを見に行くわけですよ。見に行って、温室があるので、まあ以前紹介したかと思うんですけど、まあそこで僕はこうホゲッとなりながらですね、植物を見てるみたいな感じですね。はい、パパイヤの実がなってるなみたいな、食べれるまでに何ヶ月ぐらいかかるのかなとか思いながらですね、ホゲッとしながらですね、動画の編集をそこでしてるんですけど、でいつもはこの触れ合い館の方僕あんまり入らないんですよね。あのウサギさんとかがいるので、ウサギさんってウサギの匂いがするじゃないですか。なんかあの匂いがね、別に苦手っていうわけじゃないんですけど、なんかこう休みの日までウサギ、ウサギとかフェレットとか小動物の匂いがするじゃないですか。ものすごくですね清潔にされてるんで小動物の匂いしないんですけど、なんかわざわざ嗅がなくていいなと思ってね、あんまりこの部屋入らないんですよ。まあ、でも息子がね、ここね大きい水槽あるよ、パパ見た方がいいよみたいにね
言うから久々に入ったらですね、あ、うっそうとしてんなと思って。すごいでしょ、今。これ、メダカ泳いでるでしょ。すごいスピードで。これね、動画のスピード 0.8 割ぐらいに遅くしてるんですよ。遅くしてるんですけど、とにかく泳ぐのが超速いんですよ、こいつら。まあ日本のミナミメダカさんのはずなんですけど、泳ぐのがすごく速いっていうのがレアって言ってるわけじゃなくて、映ってないかなと思うんですけど、ものすごくですね、尻尾の発色がすごくいいメダカさんがいるんですよね。あと尻尾が大きい、尾びれがね、大きいメダカさんがいて、ここには映ってないかもしれないんですけど、すごい勢いで泳いでるでしょ。これなんでこう行ったり来たりしてるかっていうと、僕が上からね、手をこうかざしてると、かざしてるところから逃げるんで、はい、こういう風にババババババッと泳いでくれてるんですけど、この中にね、すっごい発色がいいメダカさんがいるんですよ。背びれはさほどね、赤がついてない。尾びれだけですね、赤がね、がっつり入ってる子たちがいるんですけど、で、入ってるやつと入ってないやつがいるんですよ。もうこれ明らかなんですよ。入ってるやつと入ってないやつの差。それは何かって言ったら、はい。オスは色が入ってるんですよ。で、メスは入ってない。これね、もうちょっとしたら、今一匹映ってますけど、そのうち僕がですね、手を上にかざすんで、はい、画面の左側の方にね、映ってくれるんじゃないのかなと思うんですけど、今映ってる子もね、分かりにくいんですけど、ヒレしっかり開いてて色がついてるでしょう。あ、ちょっと向こう行きましたけどね。このね、発色がよく出てるメダカがすごく珍しいなぁと。まあ日本のメダカさんを飼育されてある方は、まあこんな色が出てるメダカさんをね、見たことがあるよとか、うちにもいるよって話なんですけど、この改良してないね、このメダカさんたちもすごい綺麗なんですよ。すっごくね、色がついて綺麗。で、これやっぱりただ水槽に入れてるだけだとこんなに発色良くないはずなんですよね。まあ、これだけね、水草入れて、まあ、自然に近いっていうかね、よりね、このメダカくんたちの環境に合わせたね、飼育の仕方をしてるんで、すごく発色が良くなってますね。一匹白いやついるでしょう。こういうやつもいるんですよね、やっぱりね、色が薄いやつ。はい、あ。でね、今ね、あんまり色ついてないでしょ。ここね、今ね、映ってるやつね、メスが多いんすよ。で、オスだけ本当にね、色がついてるんすよね。まあ、改良メダカって、なんかオスメス表現が同じじゃないといけないみたいな感じないっすか？オスとメスが両方綺麗じゃないと、なんかこう、上物じゃないみたいな感じに僕は感じるんすよ。でも実際魚ってですね、雌雄で差があるのって当然なわけですよ。グッピーとかオスメス全然違うじゃないですか。ベタも全然違うでしょ。オスメスで本当は差があっていい生き物なんですよね。だってね、ここにいるお魚さんたち見たら、ああ、雌雄差があるんだな、当然なんだなと、メダカなんで。で、オスが発色が良くて綺麗なんだなと。はい。改めてね、思ってね、すごいね、発色がいいので、お近くの方は行かれてみてはいかがかなと思います。こういうね、普通の原種メダカ、ミナミメダカの、なんていうんですかね、魅力を再確認できるようなレイアウト水槽だなと思いました。はい。これだけ鬱蒼としてるんで、かえってそれでいいんでしょうね。すごく綺麗だったんで、僕もね、レイアウト水槽をね、今年はやろうかなと思って、もうめちゃくちゃね、初心者が扱うような、もうアクアリウムの入門みたいな水草でばっかりやろうと思ってるんですけど、
まあ、そこに入れる魚何にしようかなっていろいろ考えてたんですよね。日本淡水魚にしようかなとか思ってたんですけど、メダカなんか絶対入れないと思ってたんですよね。わざわざね、レイアウトした水槽にメダカとか入れないと思ってたんですけど、これ見るとね、あ、レイアウト水槽にこうメダカ入れるべきなんじゃないかなと思いました。こんなにね、原種のメダカは美しいんだなっていうのをね、改めて再確認してね、結構長くずっとね、撮影させてもらいました。はい。今回はですね、レアなメダカっていうかね、まあ、改めて日本の原種のミナミメダカがすごくいいよといった感じでした。はい。それではメダカッキーでした。バイバイ。